オープントップバスは、開放感と眺望を確保するために、屋根の一部、または全部を取り払ったバス。オープンカーの一種と考えられる。二階建てバスから改造された事例が多い。1920年代のレーランドバスの N 型二階建てバス。イギリスで、胴体保存されているもの。1920年代まで、二階建てバスの多くは、平屋根のバスの屋上に、 デッキと客席を設けたものであり、2階部分にはもともと屋根が付けられていなかった。これがオープントップバスの始まりである。現在でも一般バスの改造により製造されたものが大半である。近年使用される例としては、長房を売りにした貸切バスや定期観光バスに使用されるのがもっぱらであり、その構造も昔ながらのデッキ構造であったり、 純粋に屋根部分のみがないものなど様々である。屋根がないため、温暖な地域においては、路線バスに使用される例も散見される。このほか友情パレードの際に選手が乗車する際に用いられたり、車両自体をイベントのアトラクションとして使用する事例も多く見られる。変わった使用例では、ダービーステークスで仮設の客席代わりに用いられたこともあるという。 日本においては昭和40年代には、トバスがスーパーデラックスバスを改造したオープントップバスを運行していた。1998年には横浜市営バスが廃車直前の一般車をオープントップバスに改造し、地元プロ野球チームの横浜ベイスターズの優勝記念パレードに使用した。翌1999年には西鉄が同様の方法で改造した。 オープントップバスを福岡大英ホークスの優勝記念パレードに使用し、翌2000年のリーグ連覇の際にも使用した。これらはパレード用であり、一般客の乗用に使用されたことはない。この後のプロ野球チームの優勝パレードでは、特装車やスカイバス、東京などのオープントップバスを使用するようになり、一般路線バス改造のオープントップバスは使用されなくなっている。 2000年代より日本国内各地で一般客の乗車できるオープントップバスの運行が開始されている。スカイバスは年齢制限がないが、それ以後に開設された福岡オープントップバスなどでは、自己防止のため3歳以下の乳幼児の乗車を禁止していることが多い。ありがとうございます。